現地の材料を使ってどこか日本が感じられる空間を作りました。いっぱいこうケールのものを見に行った時に、まあ、みんなこうラミネートフェイクのマテリアルばかりで、それがやはりこうおかしいな、日本の価値観を、日本の世界観を伝えようと思った時にいうのを、特に現地の材料っていうものを探しに行った。